ははいいいおおよようござまます遠藤ですすで5月24日堺よろしくお願いしく願、まあ、あアメリカの債務上限問題、これ、続いてますよね、これ、合意がされないということで、昨日もアメリカ株3指数揃って下落しましたけど、まあ、これといったあの悪いニュースというよりは、そこら辺が株価の模試になっているというところかなと。 いいうふうふに思います、まあ、昨日はちょっとあの比較的好合金の中、えー、ドイツの製造業 PMI なんかが44.5から42.9サービス業が56から57.8ユーロ圏が PMI が、えー、製造業が45.8から44.6サービス業が56.2から55.9ということで、あのーまあ、製造業はさえないんですが サービス業の方が比較的、まあ、ドイツの方は数字が高くなってサービス業が、えー、強いということでユーロ圏も総合的にはこう、まあ、それほど悪くない数字というところですね。で、まあ、これ世界的な英国も米国も世界的にそういうところなんですが、えっと、コロナの回復からやっぱりサービス業が堅調に推移しているというところは まあ、景気をサポートする材料にはなっているのかなというところがします。あと、英国も製造業が47.8から46.9、サービス業が55.9から55.1、まあ、どちらも低下したんですけど、サービス業がまだ高止まりしているということで、 えっと、こちらは IMF が昨日、英経済の見通しを上方修正したというところですね。えー、今年リセッション、景気後退するとはもはや予想してないということで、 ただ、見通しは依然として低調ということで GDP の成長率をえ今年0.4%と予想して4月時点のマイナス0.3から引き上げたというところですね、まあ、こちらもサービス業はけん引してますよね。ただ、あのすごくインフレがあの高止まりしてるっていうところもあって、そこら辺は経済がすごく好調というわけでもないみたいですよね。 あと、英国、あの、4月の財政収支なんかは、まあ、インフレで物価連動国債のリバーリー負担がすごく大きくなったことによって、えっ、ー、と、こちらは、あの、すごく、えー、財政赤字収支が予想を上回る赤字になったというところです。で、えっ、ー、と、 まあ英国なんかはね、BOE、イングランド銀行のメイリー総裁、このインフレに関して、これちょっと予想が甘かったんじゃないかということで、議会の方からは結構、なんていうのかな、攻撃されてるっていうか、攻撃ってほどでもないですけど、強く非難されてる部分もあるみたいなんで、ここら辺ちょっとこの、えっと、世界的に中央銀行の、 リーダーたちはあのすごく厳しい、去年、今年と厳しいシチュエーションですよね。うん、あと、アメリカの製造業 PMI50.2 から48.5、サービス業が53.6から55.1という、こちらも同じ傾向ですよね。製造業が減速する中でサービス業は堅調ということで。 まあこれがあの,米国の経済を牽引していいる部分かと思います意外に米国経済ここのところいろいろな指標を見ても割と強いんですよねですから当初、えー、利上げすることによってインフレを抑えるんですけど、まあ、軽いリセッションになって年後半は利下げに行くというのが年初の割とそのマーケットのコンセンサスだったわけなんですが意外にその景気が 落ち込まない、まあこれはいいことではあるんですが一方で、えー、インフレがが高止まりすするるリスクっていうのがあるわけですよね、まあ、ここら辺があの中銀院、まあ、パウエルさんにとっては悩ましいところなんですが特にサービス業が好調ということで、まあ、これ世界的にそうだと思うんですけどサービス業が好調だなのはコロナ明けということもあるんですがそうするとあのやっぱりサービス業の人手不足がある程度続いて賃金の 低下がーならないまあそうすることによってインフレが高止まりするっていう、まあ、そういう傾向がありますよね。で、まあ、最近またもう一回フェド利上げするんじゃないかっていうような、えー、と見通しが少しずつ出てきましたちょっと前まではこれで打ち止めだね年後半9月ぐらいから3回連続で利下げみたいな楽観的な見通しもあったわけなんですが。 まあそれが今ではまああっても2回の利下げもしかしたらもう1回利上げがあるっていうふうに傾いてきましたよね。ここら辺やっぱりサービス業の堅調さっていうとことあの賃金が下がりきらないっていうところもあるのかもしれないですよね。すごくそこら辺悩ましいということで。 昨日、おとといあったりはやっぱり、中銀の関係者か、フェドの関係者から、やっぱりタカ派的な発言が出ましたよね、ブラードさんとかカシ借りリさんとか、まあ、下手すると FF レートが6%に行く可能性もあるよみたいなことを言ってるんで、やっぱりちょっとそこら辺はかなり、あのー、もう一度その、その年後半割下げというコンセンサスが崩れてくる可能性っていうのは、 結構あともう一つ4月の新築住宅販売が、えー、発表されましたこれ,これは65.6万から68.3万件ということでこれ4.1%の上昇というところになりました。 えと数値的には、えー、とこんな感じになってますね。で、えー、と価格の中央値が42万800ドルということで、えー、とこれ、えーとまあ、低下してきてるんですよね相対的に。でこれ価格は、えー、前年同月比で8.2%下落ということで。 えと4月の住宅販売、大体30万ドルから49万ドル9万9千ドルの価格帯のものが売れる傾向があった、えーと、やっぱり中古住宅が在庫不足になることによって、ちょっと新築が少し好調になったとっいうところですね、この新築住宅の68万3千件ってというのは、昨年の3月以来、13か月ぶりの高水準というところで、まあ、ここのところにこう出てますけど、えーと やっぱり住宅なんかも少しずつ米国がえと回復してきてるなというところがあります。まあここら辺も経済のまあ好調さを維持してる材料の一つなのかなという感じがしますよね。うん。まあ、ちょっとあの景気がいいことはいいことなんですけどインフレの再燃というのが少し注意しとく必要というのがあるのかなということで、まあ、昨日なんかも2年債利回りが4.32から。 4.32、まあ、若干上昇したんですよねえっとうんえっと若干上昇する動きになってまあこんな感じですよね、まあ、結局後半には失速して株価も落ちたんで失速したんですけどまあそれでドルが比較的堅調だったっていう動きでしたよねで、えー、株価の動きなんかを見ると3指数揃って下落ということで DAO が0.69%、Nasdaq が1.26%、SP が1.12%ということで、まあ、こんな感じになってます。総じてちょっと悪かったねというところですね。 フィアンドグリードインデックスも前日の69から66に低下ということで、まあそれにしてもまだ高いですよね。債務上限問題っていうのがあるにもかかわらず、まだグリード域にいるということで、ーマーケットちょっと、あのー、これ、債務上限引き上げは落ち着くだろうみたいな思ってて、織り込んでないところがあるかもしれませんよね。ただ、 ットビックス数は昨日1.32%上昇して18.53%ということでじわりとオプションのボラテリティ上がってきてますよね少しちょっと警戒感出てきたかなとただまだ20%割れということは非常に低い位置ではあるんですけどじわりと上昇してきていますはい、えー、あとは、えー、日経の新聞のこの記事なんですが 共和党幹部、債務上限 X デーに疑念、透明性をということで、まあ、この下院共和党の院内総務を務めるスティーブ・スカリース氏という方なんですが、6月1日に本当に金がなくなるのかと言って、まあ、それ、煽ってるんじゃないかみたいなところで、透明性をもっと示せみたいなことを言ってますよね。であのまあ、イエレンさん、民主党員なんで、やっぱりそこら辺共和党からは、 攻撃されやすいといえばされやすいのかなというところで、えー、まあそういう疑念っていうのが出てくるんですよね。ただ、これもうすでについた、えー、今年の1月時点で債務が上限に達してますので、まあ、そうなってくると、それ以降っていうのは色々な資金、基金の運用変更,変更などで資金をつないでいるということで、まあ、これも入ってくる税収次第、 っていうところがあるんでなかなか予測が困難だというところですよね。で、えー、6月15日かなんかにちょっと大口の税金の収入があるみたいなんですけどなかなかそこら辺予測が難しいということで、まあ、イエレンさんもなんかあのー、こう しっかりあの各省庁に対してお金の出入りをしっかりあのチェックしろっていうことを言っててなんか5000万ドル以上の支出に関しては、えー、3日3日より前に、えー、5億ドル以上の資金に関しては5日より前にこう広告せよみたいなことを言ってるみたいですよねまあそこら辺、えー、とちょっと気になったニュースですあと今朝の5本なんですけど まあここですよね、X デに関して共和党の間で不信感が広がってますよという似たようなニュースですよね。あと、マッカーシー下院議長が、えー、と合意には程遠いということを言ったとっいうところです。あとは、まあ、ブロードコムのこれはいいですね、えー、と格下げ、えーと、ソフトバンク格下げ、あとは、えー、JP モルガンのマルコ・コラのビッチ氏という方が、えっ、ー、とまあ 金融当局の高さ姿勢とか債、えー、務上限の問題、リセッションリスクの高まりなんかで現金のウエイトを増やすようにというふうに言ってるということでですね。あとこれ面白いのはサウジの石油省が、もうすぐあのペックプラスの会合1週間後にあるんですが、えっ、ー、と原油の空売りしてる人間に対して痛い目に遭うだろうと忠告を続けているっていう、まあ、これがあったのかどうか昨日若干あの原油は上昇したんですが、 えーまあ、こういう話にもなっていますというところですね。で、えー、っと、まあ、ニュージーランド、今日ニュージーランド中銀あの11時に6.25%、ごめんなさい、あの利上げがあります。えー、っと、利上げの予想になっています。えー、っと、6.25じゃないな、5.25かな。えー、っと、 はいえー、5.25から5.5に利上げ予想ということで、ニュージーランド直近上昇してきたんですが、少し今、えー、と下落してて、まあ、この利上げを受けて 6. 6. うん6.2、6.6180から0.63ぐらいの今、レンジなんですよね。このレンジをこうブレイクできるかどうか、まあ、ちょっと。えーのー えっとまぁ、あ、こんな、えー、直近の動きっていうのはこんな感じになってます昨日下落しましたよね、まあ、6.3がなかなか抜けられないんですけど6.2も抜けられないということでニュージ児ンを見るとえっとまぁ、あ、87.50の手前が止まって今ちょっと下落してるところなんですよね、まあ、86円あたり、えー、ここら辺 あの最初の高値だったんで、今まあ86から87.5のレンジになっているんで、ちょっとそのニュージーランド、利上げはえと織り込んでいるんですが、その後の今後の姿勢みたいなところを注目したいかなというふうに思います。あとドル円ですね、ドル円の動き、昨日は。 株価がねちょっと急落しましたよね、5番に入ってね、ただ、株価急落、3万1000円台から3万、えーまあ、600円ぐらいまで今、下落したわけなんですが、<laughs> まあそれで落ちたんですが、<laughs> 138円の2530あたり、昨日のピポットですね、まあ、そこをさ維持したんですよね。 でまあ、今、それの138円から139円のレンジの中で、今日のデイリーピポット138円の55、まあ、57なんですけど、今そこら辺にちょうどいるんで、えー、上が昨日の高値の8円の90あたり、下が昨日の安値の8円の25あたりなんですけど、レンジが狭くなってくるとピボットのレンジも狭くなりますので、こういう時ってちょっと危ないですよね。ですから <laughs>、今日に関してはちょっと、 広めここの連中を抜けると下が7円の90上は9円の25あたりっていうのがあるのかないのか、まあ、ちょっと一応注意しておきたいというところですよねちょっとポイントとなるのは、まあ、株価の動きですかね急ピッチに上がってきた日経平均3万1000円前半で少しえっ、ー、と止まったえー、一旦止まったところなんですが えとその動きが、えー、どうなるのかっていうところ、まあ、そこに影響するかされるかもしれませんよね。あと、昨日ドルは、ドルインデックス的には上昇したんですけど、むしろユーロドルの下落なんかが、えー、と引っ張ったというところがあって、まあ、そういうのもあって、黒線ちょっと弱かったんで、まあ、ちょっとここのところの株価が弱くなると、円高、まああのー、リスクオフの円高ですよね、まあ、そういうこともあるんで、ちょっとそこら辺は注意してい、えー、きたいかなというふうに思います。 ということで、えっ、ー、と、今日の動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればチャンネル登録よろしくお願いします。あと27日土曜日に、えっ、ー、と、サンバートさん、えっ、ー、と、飯田橋ですかね、そこであの、セミナーやりますので、 えっと、まあ、もしお時間あれば、終わったら、えっ、ー、と、ご希望あれば、ちょっと軽くオフ会なんかもやりたいかと思いますので、えー、ご興味あれば、概要欄貼っときますので、えー、お申し込みください。あと、来週30日は、えー、フィリップ証券さんで、えー、短期トレードのーやり方みたいなセミナーやりますので、こちらオンラインなんで、まあ、そちらも概要欄貼っときますので、ご興味あればというところでございます。ということで、今日も頑張りましょう。